どうもジャです。ここ最近の劇場版名探偵コナンといえば、次回予告とはまた別に次の映画に関する超特報がお披露目となっています。仮に例年通りだとすると、来年の映画の新たな情報についても非常に気になるところですよね。ということで今回は来年、つまり2025年に公開される劇場版名探偵コナンの映画の超特報は見られるのか、そしていつ頃解禁なのかなど、このあたりの日程や内容について詳細に見ていきたいと思います。それでは行きましょう。まずそもそも来年の超特報は拝めるのかについてですが、実は初の大台である興行収入100億円を突破した劇場版名探偵コナン、黒金のサブマリン、そして今現在すでに興行収入156億円を記録し、未だに上映が続いている劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべは、立て続けに超特報が解禁されています。おそらく来年も今作が大ヒットし、劇場版名探偵コナン歴代2位の上映期間を記録しているため、今年の9月から終映企画を大々的に実施し、10月頃まで上映され続けると思われるので、今年の9月に劇場にて来年の超特報が先行上映されるかと思われます。余談ですが、青山先生が普段プレイしていらっしゃるとあるゲームにて、今作が前作を上回り、劇場版名探偵コナン映画歴代1位の大ヒットを受け、昨年同様ティザービジュアル第2弾を制作したと明かされています。そのティザービジュアル第2弾には、夜の函館をバックに今作のゲストキャラクターの一人、福城聖も描かれているそうです。おそらくこのティザービジュアルは終映プロモーションで使用されると思われます。こちらも今から非常に待ち遠しいですね。話はそれましたが、今作はあくまで予想ですが、このペースだと最終興行収入160億円に到達する可能性も一応ありえそうです。続いて来年の超特報についての内容を予想していきたいと思います。その前に今作のエンディング終了後の次回予告を思い出してもらいたいのですが、初めにどこかの大空が映り、その後吹雪の雪山の林中内で、長野県警組の一人である諸星貴明が、早きこと風のごとく私が風を吹かせてご覧に入れましょうとかっこいいセリフを発し、おっちゃんの盛大なくしゃみの後、またしても長野県警組の一人である大和勘介がおっちゃんに対し、風邪ひいてんじゃねえよと言い残し、2025年ゴールデンウィーク公開決定の文字で終了となりました。この次回予告から来年の主役は長野県警組の諸星貴明、大和勘介、上原由衣の3人に加え、毛利小五郎に決定しており、舞台に関しては2011年に公開された劇場版名探偵コナン沈黙のクォーター以来の吹雪の雪山である長野県となりそうです。その他にも登場しそうなキャラ候補を挙げると、諸星貴明の実弟諸星博光、博光つながりで安室透や山村美沙を、毛利小五郎の妻木崎恵里、昨年の桜井さんのインタビューなどから黒の組織のナンバー2ラムなどですかね。もしこれらの豪華メンバーが集結するとなれば、来年の超特報の内容はかなりシリアスな映像になりそうな気がします。超特報では諸星貴明やラムといったキャラの声で、来年の映画に関する重要情報、例えば物語の内容の鍵となる部分や長野県のどこかの場所に関する情報、そして来年の映画のタイトルの手がかりなどが発見できるのかもしれません。次回予告から超特報も同様に吹雪や風も映り込みそうですよね。しかし逆に明るい雰囲気な展開での映像である場合も可能性としてはゼロではありません。ついでに超特報の映像は約30秒ほどになります。特に今年は記念すべき連載30周年記念の年なので、黒金のサブマリンのような原作絵なども取り入れてほしいと願っています。どのような映像になるのか気になりますね。ということで今回は2025年に公開予定の映画の超特報についてまとめてみましたが、まもなく来年のタイトル頻度やティザービジュアル、そして特報など次々と解禁されていくので、今後もワクワクが止まりませんね。皆様のご感想や考察などありましたら、ぜひコメントしていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。